エルンスト・ギュンター・バーではドイツの軍人。最終階級は陸軍中将。バーでは1897年8月20日にドイツ帝国のプリッツバルクに生まれた。1914年ドイツ帝国陸軍に志願し第一次世界大戦に参戦した。第二次世界大戦が勃発するとバーでは大気司令官に任じられた。その後北アフリカの 第15装甲士団に派遣された。1942年4月15日からは、リビアやキレナイカで、第15走撃連隊の指揮を取っている。バーゲは、スコットランドのキルトをまとい、両馬のクレームアを持って、たびたび戦場に現れたため、ドイツアフリカ軍団の伝説として、名が通っていた。1942年5月、彼はビル派系ムの戦いに参戦した。この戦いで彼は、 七月二十八日にエルアラメインで負傷したため一度アフリカを離れてドイツへ帰国した。1943年8月初めに行われたシチリアからイタリア本土への退却ではバーではメッシーナ海峡での防衛任務に就いた。翌年のモンテカッシーノの戦いには第九十不評師団を率いて参戦。 彼は時折見せる風変わりな行動や頻繁に行う最前線の視察訪問などで知られていたため彼の部隊の兵士からは人気があったという。1945年4月24日、ホルシュタインのネベルシタベ弁付近でバーでの車両がイギリス空軍の攻撃に遭い彼は重傷を負った。5月8日、バーとゼーゲベルクの病院でエソにより死去、ドイツの降伏と同じ日であった。 abc, センガー、ウント、エターリン、1960、ミヒム2007、ピアニッシモ、76、77、ハップグッドリチャードソン19、1984、p176、ab トーマスウェグメン19、1987、p140、パッチー・ウォールシェルツァー2001、p19、abcd トーマス19、1997、p12、abc シェルツァー2007、p196、 ありがとうございます。